はい、その次、上級にルイさんのクラスの人、応援お願いします。これからルイさんの応援をしたいと思います。チームです。お世話のお客様です。主婦のお客です。出番中のお客です。ああ、そろそろ時間が。早速料理を作ろう。最悪だな、このレストラン。さあ、今日も料理来ました。鬼だ、鬼。鬼さん、これ。何ですか、これ。まずいわ。そうね。人間が止めるのですか。え食べてみよう。これはね、ちょっと面白い味だね。面白い味は友達。はい、今からは職場です。社員です。主婦の加藤です。お世話の部長です。日本人の社長です。あー、ミスをしちゃった。どうしよう。前さ、前よくやったんだけど、今回のミスはまずいよ。すいません。本当に仕事ができる？やめた方がいいじゃない。やめる、なんで？チェン君、来ましたね。今回のミスはもう許せられないんだけど、もう優秀だから頑張ってほしいよ。社長さんまで行って時間ないよ。あの人ちょっとおかしいよね。さん、はい、いつも頑張ってるの分かるんだけど、今度のミスはちょっと、まあ、一回ミスしたら次やらないでくださいね。分かりました。はい、これから頑張ってください。はい、じゃあ職場に戻ってもいいよ。はい、頑張って、元気出してね。はい、はい、あ、これから頑張ろう。はい、これからがルイさん現れる。はい、皆さん、お疲れ様です。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。これはただの学生です。はい、私は上級2のルイでございます。これは私と私の大インターの最後の舞台です。これから私の、国に持って帰りたい日本の曖昧な表現について発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、日本語はもともと発音の美しさや表現の演曲さで知られています。これは日本語の学習を難しくしますが、魅力を増すことにもなります。このような演曲の表現は大和民族として物事を扱う一つの体験です。具体的に日本人の曖昧な表現は何に現れているでしょうか。例えば近所の人が、娘さんのピアノはとても上手ですねと褒めてくれた時、実はあなたの娘はピアノを弾く音が私の家までうるさく聞こえてるよというような情報を伝えたいのです。そして京都の人の家に招かれた時、ぶぶつけてもどうです、ぶぶつけてもどうですかと聞かれた場合には、相手はこれを食べるかどうかを聞いているではなく、そろそろ帰ってくださいという情報を伝えたいのです。日本語の曖昧な表現の文化と他国の文化と比べましたらどうなのでしょうか。私の経験、オーストラリア、中国、日本の3カ国の食卓の例で比較してみましょう。例えば味がおかしい料理を食べた時、みんなはどんな反応すると思いますか。オーストラリア人の友達は、この料理はどんな材料で作られたのか、味が変、It's ridiculous ときっと言います。
中国人の友達ならこんな方法で作れるんだ知らなかった你不知道どうはときっと言います。これがまだ理解できますが、日本人の友達ならあ、この料理は面白い味をしてるよね面白い私が今もよくわからないのは面白い味という表現です。皆さん、冗談はさておき、認めざるを得ないのは日本語の曖昧な表現は最も受け入れやすい表現であることです。例えばこれを想像してください。皆さんは校長先生、最近ミスをした川村先生を注意しなければならないでしょうか次の3つの方法のうちどれが最も納得させられるでしょうか。1、最近の活躍ぶりを褒めてからミスについて注意する。2、ミスについて注意をしてから最近の活躍ぶりを褒める。3、最近の活躍ぶりを褒めてからミスについて注意し、最後に期待を示してあげる。皆さんはどうですか。実は3の方法は一番受け入れやすいでしょう。褒める、指摘、褒めるのような話し方はできる限り相手に受け入れてもらいながら気まずい思いをさせることもありません。ちなみに一番納得しにくいのは A です日本語の曖昧な表現にはそれ自体欠点もたくさんあります。例えば相手の本音を測れず時間がもったいなく感じるなどです。しかし曖昧な言葉で表現するテクニックは処世術です。私たちは日本語の語彙や文法を勉強すると同時に日本語に特有な曖昧な表現を多く学ぶべきです。これは今後の社会の中で近い人々と付き合うとき大きな助けにと信じています。これもなぜか私が日本語の曖昧な表現を国に持って帰りたい理由です。私の爪、ちょっとごめんなさい、こだらない発表をここまで終わらせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまず、そうですね、ルイさんに聞く前に北川先生、川本先生に注意するときは3番の方法ですか。はいということですから、皆さんぜひ褒めて、注意して褒めてくださいよろしくお願いしますはい、まずルイさん、私はルイさんが初めて九段に来た時のクラスの会話のクラスで教えていたことがあるので、はい、ずいぶん日本の文化も日本語も上手になったなと感動しながら聞きました。はいはいはい、ありがとうございます。で、私から質問は、曖昧な表現は、まあ、一つの処世術で、これからいろいろなこう世界と出会っていくときに実はうまくことを進めていく方法だということですが、では逆に中国とオーストラリアにおいて、ではどんな処世術があると思いますか。はい、質問ありがとうございます。この私の人生は今までオーストラリアと中国半分半分過ごしましたけど、この2つの3カ国の文化を比べましたら、自分は個人的に日本語のなんか曖昧な、さっきも言いましたけど、日本語の曖昧な表現を大好きですけど、でも確かにある場合には、中国とオーストラリアの直接的な方法が好き。例えば今の職場の例でみんなに説明したいと思います。今私は働いている会社では電話対応をやっています。日本人の、取引先と。その時は本当に、日本人の建前とか挨拶とかはちょっと、多すぎると思います
じゃあ例で、みんなに説明したいと思います。電話、例えば相手が電話がかけてき、ま、来るとき、何々さんがいらっしゃいますかって聞かれて、もしね、もしその人がいないときは、あれ、いない、やばい。で、あ、大変お待たせいたしました。何々さんが、席を外してるんですが、改めてこちらから電話を差し上げてもよろしいでしょうか。あ、わかりました。じゃあ、お願いいたします。失礼いたします。で、ということ。実は相手にもう一回かけてほしい。でも、もしオーストラリアの会社だったら、あ、いない。Sorry, can you just call back later on? はい。で、簡単に、そう、終わります。こういう場合、こういう時は、確かに、オーストラリアと中国の方が、より効率的だと感じます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ処世術は曖昧な表現もあるし、直接簡単に言うことも一つの処世術なんだな、私はそちらの方を勉強しなければならないなと思いました。どうもありがとうございました。